王最終章決戦魔王城。城では強敵たちが待ち受ける。でも覚悟を決めた勇者を止められる者はいないんだ。さらに登場するのは鶏。魔界に似合わないこの鳥も勇者と一緒に大活躍。そして最後は怪しく笑う勇者の顔。この姿は一体気になりますね。勇者ライトの伝説はいよいよクライマックス。最後までバッチリ楽しんでね。あ、見て見て、もう夕方だ。あと少しで下校時間だもんね。 RPG タイムもラストスパートだ。さあノートへ戻ろう。魔王を倒し姫を助けて世界に平和を取り戻すんだ。ライトの伝説最終章始まり始まり。デンジャラスパーク、ヒューンヒューン。お、ちゃんと着地した。なんと勇者はいつも通り頭から落っこちずにかっこよく着地した。やった。君とのここまでの冒険で勇者もレベルアップしたもんね。こうしてついに勇者は魔界へと攻め込んだ。さあ進もう。この辺調べられるんですかね。壺、ああ5ダメージだ。でも調べちゃう。身長計15ダメージ。魔王像25ダメージ。これは顔出しパネル、ガブリ。おいしそう。めっちゃ食われてる。バナナの顔ですね。めっちゃ踏ん張ってる。救える相手を見つけたら持ってきてあげよう。そうか、何かできるのか。あ、いた。看板だ。魔界湖でいいのかな。魔界湖、まあ、とりあえずこれは先に進む感じですかね。戻ってくるのかな。なんとか助けたいですよね、できることであれば。マジでいろんなものあるな。おお、なんだ。突然地面の的にダーツの矢が突き刺さった。あー失敗だ。つい的の真ん中を狙ってしまった。次は勇者を撃ち抜くのだ。スナイパー。ただね、なかなか体力やばいんですよね。スピードキングダッツがられた。おいよ。当たった、やった。5ダメージ。おい、いいね。マジか。信号機の方じゃなくて、もうあれだね。ついやっちゃうな。
あ触れてしまった今スティックに。やべえやべえ、あーこれだと遅いよな。待て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 タイムタイム、ガムボールいただきます。めっちゃ噛んでるめっちゃ噛んでる、よし。ごちそうさまです。オッケー、よし。どうよ。なんだ？食べてる。連戦か。はい。あ、デザートか。めっちゃ強いんだけど。さあ水鉄砲。ああ、そうか、体力がよかったんか。しまったな。よし、ではシンプルに本体の方にアタックをしていくということで、良さそうかな。はい。はい。おー、仕方がった。さらに？サメさん？大魚だ。行くぞ勇者。あ、当たんなかった。おお、魔界音楽ライブの時間だぜ。これか？違う？めっちゃ気になるけどまさかとは思ったけど。アニマルキャノン、1回だけでいいのかな今のは。フェイクだよね。ソーラーパネル、でスクリュー。あー、体力やべえな。さすがに違うか。あとどこだ、そういうこと。ああ、よかったよかった、倒せましたね。刺さってる。なんだなんだ、
食物連鎖がすごい。ゲフードン主出てきちゃったよ。主様食べられてしまった。美味しかったじょー。勇者なんてボクシングからすれば朝飯前のおやつ。仮眠する。中を覗いてみよう。手を離すなよ。めっちゃ頑張ってる。めっちゃ粘ってる。ねえ、おいどん重い？ダイエットしておけばよかったんだな。おっ、大ピンチだったな。助かったぜ勇者。しかしまだここはゲフードンの体の中だ。脱出する方法を探さないとな。リアル脱出ゲームスタート。通れない壁を調べた。今まだ通れない。まだ通れない壁ですもんね。だってもう通れる壁になっちゃうもんな。魚のいない水槽。キーフィッシュの卵使うんだろうな。キーフィッシュは明るい場所を好み、地獄のように暑い季節にビリジアングリーン色の水の中で生まれます。生まれたばかりだというのに。ただ鍵使えるよね。よし、フラスコイだ。とりあえず大丈夫そう。ってなるとこっちか。得意げにキーフィッシュを取り出した。ヘッドロックって書いてる。さあではこちらですね、行きましょう。おお、そうやって回転するんだ。ガチャみたいなやつある。脱出できるアイテムが当たるガチャガチャではないか。1回1コインっすよ。コインを手に入れる。そしてこのコインでガチャを回して脱出アイテムをゲットする。まあ、コイン探しだね。まずはがついてるところは回せる。算数の問題。勇者の友達が町に買い物に来ました。ある人は装備を売っておやつを買い、ある人はおやつと装備を買いました。買い物が終わった時、みんなの小遣いはちょうどゼロになりました。赤と青と緑のシートを回転させてみんなが買った商品を答えなさい。なるほどね、そういうことか。一番ここは大丈夫なんだよねってことは、おそらく
で回るね。ああこれでいいわ。多分ね、ポットくんのねところが一番合わせづらいのかなって思ったんで、答えが150になる計算をまず最初に考えるところから始めたら、なんかたまたま一発目で合っちゃいましたね。それ当てはめたら、よかったよかった。錆びたコインありがとうございます。おーし、回そうぜ。錆びついててまずいコインね。ガチャミ？ピカピカのコインが大好き。脱出アイテムが欲しいなら、その汚い錆びたコインをピカピカにしてらっしゃい。なるほど。ただこの部屋は大丈夫そうだね。さあ次行きましょう。これは？これまだか。はい。奇妙な物体。ああ、回すやつね、これ。あ、いけた。この絵は実際には動いていない。さあ戻ってきました。これは調べらんないんだね、まだ。でチェックしてみよう。コインを入れてみよう。ちょっと待ってみよう。お、ピカピカですね。これでガチャいけるか。では、しております。これでね、もうガチャミさん喜んでくれるでしょう。おお、行き過ぎましたね。さあ、今度こそ行きましょう。時計回り。はい。めっちゃぐるぐる回す。トゲ貝を手に入れた。よし、もう一回やってみるか。サビが取れてピカピカになったって書いてある。さあやってみよう。お、新しいエリアだ。これでいけるんだ。私が持ってるは緊急気球よ。おー、そうか。またコインが必要なのかな。2つの作戦。
コイン集めてガチャミから脱出アイテム緊急機器をゲットする。ゲフードンを満腹にさせゲロを吐かせる。もう仕方っぱしからぶっこんでいきましょう。よし頑張ろう。ちなみにさ、なんかいろいろいけるようになってるね。とりあえず順番に行こう。植木鉢、キュウリ、とりあえず突っ込もう。実はこれ実験じゃなくて料理なんだ。ピクルスの出来上がり。あと30。でこれは鳥の巣。銀剥がしタイム。おお、そういうことか。銀剥がしタイム。目玉。お、卵発見だ。でこれはちなみに、あ、全部いけるんだ。ゴルフボール、いろんなものがあるんですね。シンプルに当たり1個だったのかな。ハムスターだ。かわいいですね。売れてる。爆弾もあんだね。これ先調べちゃってもいいかもしんないな。大きな箱。開けてみようぜ。真ん中で起こさないでよマミー。失礼しました。はい、透明人間です。なんか持ってる。よく寝た。あ、どうぞ、これもらい物ですけど。ありがとうございます。でこれは金庫ね。伝説の魔物たちが現れた。魔物には語り継がれる弱点が一つだけあった。なるほどね、そういうことか。よーし、オッケーオッケー。あ、コインここなんだ。そんならやる必要あったやつか。ソファー、なんか食パンみたいなやつある。お、なんかおる。鍵だ、ゲットしようぜ。リトマス紙。まさに実験って感じだね。さあ、ひまわりの種。とりあえず回れたか。ガチャ回すか、先に。お願いします。グリ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 。ゴム風船、緊急機器ね。脱出アイテムは一つじゃダメ。コンプリートしなきゃ使えない。
あと一つ頑張ります。とりあえずね、ここだね。ニンニク入れよう。さあ、あと10で、ひまわりの種、もう超えてる。満腹になった。弾が余っちゃった。くるくるタイム。あ、そういうことね。おーおーおーおで、脱出か。ただあの鍵の部屋も気になるんだよな。1週間かかるんだ。だから1週間後にまた来てね。それともこのまま1週間見とく。1週間見とく。なんちゃって、1週間前に吸い付けた卵を実際用意してあります。3分クッキング理論だよそれ。もうせっかくだからね、全部やっちゃおうか。はい、なんか鳴った。そっか、これ使えるのか。おーし、ありがとうございます。で、これかな。ヘッドロックめっちゃ気になるんだけど。あ、なんかあった。パズル金庫なんだな。きっとプリンを隠してるんだな。おお、歴史の問題。強靭な足を持つ魔法使い、魔法の盾を持つ僧侶、ウィンクをする剣士、全てが謎に包まれた海賊。全てが謎に包まれた海賊。あ、これが正解なんだ。おー、シコインゲット。なんだなんだ、伝説のエクスカリバーじゃねえか。マジか、こんなところに。ということは、マジシャンさんやっぱり出てきた。ね、これだいぶ強くなったんじゃないですかね。どっから来たんですかね。さあ、ということでガチャを回そう。あら、チェックしちゃった、間違えて。
あ、またチェックしちゃった。で戻って、はい、さあお願いします。さあ何が出るかな。ベーキングパウダー、ケーキを膨らます粉じゃないか。それで脱出アイテムはコンプリートよ。あんたたちラッキーボーイね。分かったんだな、パンケーキをたくさん焼いてパンケーキの階段を作るんだな。風船の中にベーキングパウダーを入れてフラスコイで使うのよ。よし、ということでやってみましょうか。これいきなり風船でいいのか。ここチェックできるよね。なんか引っ張る的な。さすがに違うか。あー、風船普通にここにありましたね。よし、風船とベーキングパウダーを使って脱出するします。まずは風船にベーキングパウダーを入れちゃいます。次にその風船をお酢が入ったフラスコに取り付けたら準備完了。さあベーキングパウダーをフラスコに入れたら脱出開始だよ。よし、重曹が含まれてる。これで脱出成功ですかね。おーし、戻ってきたぜ。あれは姫からの貴様宛ての手紙じゃねえか。あれは取りやすいね。足が持ってる良いものがなきゃいいもの。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。